どうもー、かげやんです。今日は2021年5月29日土曜日、土曜日の、空、朝の空、もう快晴ですね。雲一つない快晴になってます。かなり晴れて、今日はね、結構やっぱ暑い、日かなと、梅雨の中のこう晴れ間ということで、結構、しっかり晴れてるいい天気ということが言えるかなというふうに思います。ではいつものように野菜を見ていきましょう。まず唐辛子ですね。これね、こう分かりますかね、この細かい葉っぱがたくさんこうできてきているんで、だいぶこう育っている感じはあります。ただ唐辛子の実自体はまだないですね。こちらもそういう感じですね。こっちの方がよりこう葉っぱがたくさんこうできてるかなというところで、こちらが、きゅうりになるんですけども、きゅうりも葉っぱはね、結構こうどんどんこう、育っていってる感じはあるんですけども、実はまだですね。でこちらも、唐辛子ですね。唐辛子、こっちもやっぱ葉っぱがこう育ってきているかなというところで、ナスはこんな感じですね。ナスそんなに変わらずですね。でこちらがきゅうりになります。まあまあ、もうちょっとこう、待つ感じになるかなというところですね。これからです。でまあまあ、この辺夏の野菜なんでね、これからになるかなと、まあ、梅雨が明けたぐらいにこうなんか出てきてくるんかなというところで、それを待ちましょうということでね、楽しみですね。ということで以上です。ありがとうございます。